はい、どうもコマンチューラー翼です。ですね、清水エスパルスの2018年の年俸ランキングを言いたいと思います。1位が何ていうかな、丁大生かな、1億円。2位がファン速攻5000万円、2位がフィーレが5000万円、角田誠が4400万円、クリスランが4000万円、六坂雄二が4000万円、河合陽介が3600万円、ミッチェル・リュークが3000万円、白崎良平が3000万円、西部洋平が3000万円、くすがみ純平が2500万円、六平康生が2500万円、村田和也が2400万円、増田健二が2300万円、清水康平が2300万円、北川康也が2000万円、松原骨が2000万円、金子翔太が2000万円、竹内涼が2000万円、二見博士が2000万円、長谷川優が1800万円、鎌田翔馬が1500万円、兵頭明宏が1300万円、上草博樹が1200万円、石毛秀樹が1000万円、水谷拓磨が500万円、高木田徹が500万円、飯田貴平が480万円、新井英佐とか460万円ですね。はい、終わります。